今回紹介するのは結局すぐやる人が全てを手に入れるという本です類書では意外と語られていなかった気分と行動の相関関係にフォーカスが当たっていてそれが自分にとっては収穫でした今まで行動するかしないかは覚悟や明確なビジョンに差があると思っていましたがそれ以上に 今の気持ちがが重要だとということが知れてよかったです確かに、冷静に考えてみれば、気分が最高に良い時って、今までの自分では想像もできなかったような行動を、例えば見知らぬ人に気さくに声をかけるとか、明るく挨拶をするとか、ランニングや筋トレを始めたり、 今まで着たことのないような服を買ってみたりだから気分をいかに高めて生活するかがポイントなのですがそのテクニックなどもたくさん紹介されています。以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。